来月結婚記念日なんだけどさ、大友いつもどうしてんの？うちは少し前に食べたいものリサーチしておいて一緒に行ったり、まああとは一応ちょっとしたものを送ったりしてますかね。買い物苦手なんだよな。ああ。でも奈美さんだったら、ほらそれこそ演劇とか連れてってあげたら喜ぶんじゃないですか。あ、コンテンポラリーダンスとか。なんでわかんの？すげえな。そういうの好きだよあいつ。ですよね。あれ？おう、久しぶり。なんだよこれ。まあ見てください。どういうこと？僕は今ここで働いてるんです。探偵？調査対象者が大友先輩だったから僕も驚きました。金かよ。いやいや、僕はちゃんとした調査員です。ただ相手が先輩だったのでさすがに心が動いたというか迷いましたけど。言わないでくれるってこと？迷ってます、仕事なので。どうにかごまかしてもらえないかな。そうっすよね。言わないでくれんの？どうすればいい？できれば先輩に考えてもらいたい。え？とりあえず今夜俺うまい店知ってんだよ。生の魚大丈夫だっけお前？寿司ですか？好きです。おお、じゃあ行こう。失礼します。アジになりますね。奥さんの千佳子さん。ん？大学の頃から先輩ああいうタイプに弱かったですよね。え、そう？可愛らしくてでもしたたかでいかにも女の子らしい子。ああそうかもな。なんで結婚しようと思ったんですか？なんでだろう。なんとなく2年付き合ったし、まあそれで結婚しちゃうんだ。あんまこだわってると結婚できないぞお前。別にしなきゃいけないものじゃないでしょ。相変わらずだな。なんなんだよお前は。大切にしたいんだ近くのこと。やってることはおかしいと思われるかもしれないけど、それとこれとは気持ちが全然違うっていうか。いや、バカだったよ。でも今ヶ瀬も男なら気持ちわかるんだろ。大
切にしたいってどうしてですか？好きだからだよ。そんなの当たり前だろ。好き？なんとなくじゃなくて。好きだよ。ちゃんと整理するから頼むよ。今日はごちそうさまでした。なあ、近くには黙っててくれるよな。お前タバコ臭い。先輩もやめたんですか？うん、近くが嫌だって言うから。おい、キスだけだって言っただろ。シワになるといけないと思って。キスだけでいいって言ってんのに。だけってそんな簡単じゃないんだよ。お前俺のこと好きなの？好きですよ。下はやめろって言える立場じゃないでしょ。ねえ、うん、週末どっか外で食事しない？え、なんか食べたいのある？どうしたの？いや、たまには映画とか見たいなと思ってさ。ほら、ついでに買い物もしたいし。うん、映画見たいのあるよ。お、じゃあそれにしよう。ホラーでもいいの？え、ホラーいいよ。私もちょうど洋服買いに行こうと思ってたんだ。うん楽しみにしてる。うん、俺も。こんばんは。こんばんは。入って。
何やってるんですか。何が。別れ話できました。奥さんのが先に証拠をつかんじゃって、こっちが調査を怠ったって後でクレーム入れられるかもね。お前まだ俺のこと調べてんの。奥さんには浮気の証拠は上がらずと報告したんです。そしたら続行してほしいって言われました。ちゃんと別れるよ。今部屋に戻って別れようって言っちゃえば。この場でメールするっていう手もありますけど。そんなことできるかよ。結婚してる身で付き合ってことが表面化したら結局奥さんを選ぶ。そんなのどんなお別れのやり方したって結局残酷だろ。そうだけど彼女は。いや、彼女がそれでいいって言ったんだよ。結婚してでもいいって。いや、そんなこと言われたら断り方見つかんなくてさ。そういう関係なんだよ。ここに来たのだって3回だけだし。もう会わないよ。でも今メールしたら彼女どう思う。俺は別れ方って大切だと思うけど。報告します。なんでだよ。決まってるでしょ。これが仕事なんだから。今ヶ瀬。キスだけだろ。どこにしたっていいでしょ。ただいま。ただいま。どうしたの。いや、帰ってきたよって。あ、俺も入ろうかな。分かった、すぐに出るから。昨日の打ち合わせで出た意見を参考に直してみたんですけど、見てもらえますか。うん、見して。岡村さん、コーヒー飲みたくない。え、買ってきましょうか。あ、いや、昨日ちょっと寝れなくてさ。あ、一緒に行く。はい。
うん、いいね。ありがとうございます。じゃあ先方に送っておきます。うん、送っといて。本当に眠そうですね。うん、あ、いや最近寝つきが悪くてさ。岡村さんはいつも何時ぐらい寝るの？私は恥ずかしいんですけど、何もない日だと10時くらい寝ちゃうんです。ずいぶん早いんだね。でもそれくらいがいいのかもな。なんですかね。うん。お待たせ。うん。これにする。これ？うん。分かった。お願いします。はい。これでお願いします。かしこまりました。お待たせいたしました。芝居日のチリソースでございます。ごゆっくりどうぞ。今日はいろいろありがとう。全然。というか、ここのところ一緒に出かけられなくて本当ごめんなさい。京ちゃんはお仕事大変だもんね。どっか旅行でも行こうか。どうした？ごめん。私と別れてください。え、待って待って、ちゃんと話そう。誤解がある。誤解って？勝手でごめんね。私興信所に京ちゃんの女性関係とか調べてもらってた。京ちゃんは非の打ち所のない旦那様なんだね。え？何にも出てこなかった。浮気でもしてれば慰謝料たくさんもらえるんじゃないかって思ってたのに。私を付き合いしてる人がいるの。もう1年以上だよ。全然気づかなかった。信じてたから。信じてた。私たちって京ちゃんがお金持ってきてくれて私が使う、それだけしかつながりがなかったじゃない。それだけってことないだろう。
そうやっていつも私が何か言うのを待っている空気がもう気持ち悪いの。彼のために別れたい。はい。お前知ってたのか。何がですか。近くが調査を依頼した理由だよ。理由？ごめん、また電話する。何かあったんですか。何でもない。依頼者がそんなことをわざわざ打ち明けると思いますか。だよな。ごめん、また連絡するわ。待って、千佳子さんと何かあったから電話してきたんでしょう。だからないって。離婚したいって言われました。お前に関係ねえだろ。別れるんですか。そうだよ。そうだったら離婚決定ってことですよね。僕の調査も完全に終わりってことか。誰だよ。悪い、誰かいいんだろう。切るよ。お元気で。誰。昔からずっと好きだった人。うちのサークルどうかな。女の子の難しいとこもさ、それはそれで可愛いと思うけどね。なるほどっすね。いや、もう可愛いっすよね。難しいところが可愛いんだ。いや、お前分かってる。分かるよ、分かるよ、絶対分かってる。何、引っ越し先知ってたの。これ引っ越し祝いです。今さらかよ。入る。一人身生活にうんざりしてきた頃でしょ。いや、気楽にやってるよ。気使わなくて楽だし。へえ。ちゃんと料理するんだ。お前は恋人と仲良くやってんの。はい。ああ、もうとっくに別れました。僕と付き合いますか。
なんで俺が男と付き合わなきゃいけないんだよ。そっか。じゃあたまには飲みにでも行きましょう。それで連休には温泉になんか行ったりして。温泉か、いいな。やめろよ。ちょっと、おい。何入ってきてんだよ。高校の同窓会行くんですか？どうして？昔ちょっと好きだった女がいい感じの人妻になってたりして、美味しいこと言われてコロッとその気になっちゃったりするんでしょ。何言ってんだよ。やめろよ、おい。あ、ちょっとやめろって。ダメだってマジで。寝かしてよ。男のくせに往生際が悪いな。往生してたまるかよ。同窓会には行かないよ。先日の打ち合わせをもとに新商品プレゼンテーションの演出方法を再考しました。まずはクリエイティブからご説明させていただきます。それではまずこちらの映像を改めてご覧いただき、ご意見をいただければと思います。映像流して。今回フェアトレード、トレーサビリティ、サステナビリティの基準を設けたダイアン・ボヌールの魅力をより多くの方に感じていただくためにこちらの映像を制作させていただきました。イベントでは
こちらの映像を。大友さん。はい。久しぶり。うん。離婚したって本当？本当。私のせい？違うよ。そう、奥さんのこと大切にしてたのにね、急に返事くれなくなったのはどうして？ごめん、引っ越しとかでいろいろ忙しかったから。もう一人で暮らしてるの？暮らしてる。ご飯とかちゃんと食べれてる？食べれてるよ。なんだよそれ。だってなんか痩せた？そうかな。うん、雰囲気変わったよね。私も行かなきゃ。じゃあね。じゃあ。キスして離れろ。ケチ。重い。耳かきして。やだよ。やってあげましょうか。いいの？僕うまいですよ。じゃあ、はい。ちょっと暗い。うん。はい。うん、もうすぐ家。急に電話しちゃってごめんね。うん、なんかあった？この間、京ちゃんの会社で会った時に、なんか変な感じのまま終わっちゃった気がして。次の打ち合わせ日が決まったでしょ？なんかこのままで嫌だなって思って。うん。会いたかったんだ。嫌われちゃったの？私。ごめん、遅くなった。食べたんでしょ？うん、食べた。今日晩ご飯何だったの？グラタン。ちょっとだけ食べよっかな。欲張り。明日にしたら太りますよ。そうだよな。ごめん、明日食べるから。お風呂は？
あ、お湯は入ってんの？ちょうどさっき沸かしたところです。じゃあ入る。やめろよ。まだあの女と切れてなかったんですね。大して好きでもないみたいなこと言ってましたよね。また仕事で会っちゃって、会いたいって言われて断れなかったの。何が断れない、ゆるいやつ。あのさ、お前と付き合ってるわけでも何でもないんだからな。そうですよ。じゃあなんで仕事だなんて嘘つくんですか。まあ嘘は悪かったよ。本当のこと言ったらお前が嫌がると思ったから。俺はさ、お前がそんなにこだわるようないい男じゃないよ。分かってますよ。そんなの、あんたみたいなのは最悪だ。だけどね、見た目が綺麗で人間ができてる自分にいい思いさせてくれるような完璧な人をみんな探してると思ってるんですか。そういうもんじゃないんだよ。今ヶ瀬、おい、どうしてる？まだ怒ってんのか？なんで電話してきたんですか？だよな。じゃあな。僕はここんとこ仕事で人探ししていて、四国やら九州やら飛び回ってました。家にいます。一人？はい。飯でもどうかな。今から？1週間ほどどう過ごしてたんですか？別に普通だよ。
で、何の用ですか？こんな時間にお腹が減って女を呼び出すの面倒でってことですか？お前は何で来たの？好きな人に呼ばれたらすぐに飛んでいくような男なんですよ、俺。家出人は男女？女です。どうしてですか？見つかったの？死んでました。どうして上がんないの？上がっていいんですか？いいよ、もちろん。やらしてくれるんですか？いいから入れよ。ってとこがさすが京一だね。流され侍は不倫しまくった。流され侍って懐かしいでしょ、この呼ばれ方。うん、懐かしい。ねえ、あの頃の誰かと会ってる？私この間あさみちゃんの結婚式行ったよ。へえ、あさみちゃん結婚したんだ。うん、うん、俺は吉川とか土田あたりとはたまに飲むかな。へえ、混ぜてよ。うん、次会うとき連絡する、うん、あれ、夏木先輩。今田さん、久しぶりじゃん。元気だった？お久しぶりです。大友先輩。ん？お久しぶりです。おう、久しぶり。あ、相席してもいいですか？友達も一緒なんですけど。いいよ、もちろん。どうも、高杉です。今田瀬とは長い付き合いの友達で。すみません、なんかお邪魔しちゃって。いえいえ。今来たの？はい。何飲む？何飲む？大友先輩ですよね。何飲んでる？じゃあそれもらおうか。あなたのことをよく聞いてます。グラス2つください。え、夏木先輩、大友先輩とまだ続いてるんですか？
まさか。ついこの間ばったり会ったんだよね。うん。先輩相変わらず綺麗ですね。やめてよ。だいぶ変わったでしょ。全然。あ、ご結婚は？ないない。当てもないから。そうなんだ。今ヶ瀬はどうなの？僕は好きな人を振り向かせようと必死です。ちょっとどんな人？タバコいいですか？どうぞ。お前また俺の携帯勝手に見たのか？メール見たんだろ。なんで今更夏希先輩なんかと会ってるんですか？お前こそあの男なんだよ。久々に連絡が来て飯に誘われたんで。あいつとの方がお似合いなんじゃない？やめろって。お前が誰と何してようか俺は全然興味ない。ただお前とあいつはお仲間で俺とは違う世界の人間なんだなと思った。ごめん、嫌な言い方した。今ヶ瀬たち約束があったんだって。帰っちゃったよ。うん、そっか。よろしく言っといてくれって。うん。今ヶ瀬ますますかっこよくなってたね。え？ああ、そうだね。あの頃さ、今ヶ瀬って京一のこと好きだったんじゃない？は？どうして？よく気づくとさ、こっち見てたんだよね。私のこと好きなのかなと思ってたんだけど、あのライターで分かっちゃった。ライター？京一、前の彼女からもらったライターそのまま使ってて喧嘩になったの覚えてない？そんなことあったっけ？ピンクのジッポーだよ。いかにも女からもらいましたみたいなやつ。覚えてないかな。京一それあげたんだよ、今ヶ瀬に欲しいって言われて。まだ使ってたよ。へへ、物持ちいいんだな。ありがとうございました。じゃあな。やっぱり私もここで降ります。いいよ、大丈夫だって。はい、大丈夫じゃないじゃん。もう
あ、つき。何？久しぶり。久しぶりってじゃなくて、鍵は？鍵どこ？あれ？もう。いた。もう。なんであんな飲むかな。あれ。どこ？どこ？カバン？カバンのどこ？わかんない。ちょっと剥がしてよ。カバンでしょ？お帰りなさい。あれ？帰ってたんだ。さっきの男とどっか行ったと思ってたぞ。もう、ずいぶん飲んだんすよ。大丈夫ですか？はい。よいしょ。あいや。すいません、わざわざ送っていただいて。上がってきます？もうこんな時間だし。それじゃあ、おやすみなさい。大学の頃、正直お前俺のこと嫌ってんのかと思ってたよ。もしもし。ああ、うん。わかった。はい。でね。夏木先輩。うん。夜会うことになった。そう。平気なの？どうぞ。どこ行く？え、決まってないの？決まってないの。決めてって言ったじゃん。ただいま。早かったですね。ああ、そう。あれ、俺の部屋着は？変態。今日はあんまり酔っ払ってないんだ。なんだよ。夏希先輩何だったんですか？いや、別に何も。
とでも歩いてこようかな。早く帰ってこよう。やだ、怖い。粘着質な芸に呼び出し食らうなんて私どうなっちゃうんだろう。やる気満々な顔で来られたんで、こっちがビビりまくりですよ。大学時代さ、よく教一のことで相談に乗ってくれてたよね。わざとでしょ。夏希先輩は僕の気持ち知ってたでしょ。相談乗るふりして必死で別れさせようとするんだもんな。すいません。シーハーください。はい。僕カールスバーグで。かしこまりました。おごるよ。何食べる？おごる結構です。そう？引いてください。お待たせいたしました。すいません、これとこれください。はい、かしこまりました。やっとここまでこぎつけたんです。結構いっぱいいっぱいでやってるんですよ。いつから好きなの？初めて話した日からです。今日一のどこがいいわけ？理由なんてないでしょう。8年、ほんとよく頑張ったよね。お疲れ様。これ以上続けても今ヶ瀬が辛いだけだと思う。もう諦めて楽になんなよ。今日一はね、ハメルンの笛吹きにホイホイついてくネズミみたいなもんなの。ミスミスドブに溺れさせるわけにはいかない。ドブ、ドブ。何やってんのお前。夏希呼び出したりしてどういうつもりだよ。私が呼んどいたの。どうせなら3人で話す方がことが進展しそうでしょ。お前夏希に変なこと喋った。なんか言えよ。変なことって？ねえ、せっかくだからここで決めちゃってよ。私か今ヶ瀬、今夜どっちを持ち帰るのか。はあ？いきなり何？いらっしゃいませ。あ、カルスバーグで。ちょっと
もしかして選べないの？だから何なんだよそれ。分かってる？女と男だよ。分かってるよ。お待たせいたしました。ねえ、どこまで行ってんの？待って、やっぱ言わないで。流されてるんじゃない？恭一、もうここで降りなきゃ取り返しつかなくなっちゃうよ。容赦なく追い詰めるな。女性的なやり方ですね。でも逃げ道作ってやらないと男は死にますよ、特にこの人みたいなタイプは。夏希先輩はさ、この人が初めての男だからいつまでもこだわってるのかな。そういう今ヶ瀬の初体験の相手ってどんな人なの？興味あるな。やめろよ。恭一は知ってんの？知るかそんなの。僕は高一の時、部活の先輩に居残り練習させられて。男の先輩？もちろん。放課後シャワー室で後ろから。やめろよ。そんな話聞きたくない。なんだよこれ。俺はお前選ぶわけにいかないよ。普通の男には無理だって。わかるよな？結論出たよね。行こう。あいつを悲しませたくないと思ってて、これがどういうことでこんな気持ちになってるのか分かんないんだよ。何言ってんの？まさか立たないことの言い訳じゃないでしょ？呆れる。ちゃんと人を好きになったことある？
帰るね。ただいま。映画？うん。俺と寝てください。これを拒まれたら、もう二度と触らない。嫌だって言えば済む話なのに。そんなだからつけ込まれるんですよ。
風呂沸きましたよ。うん、入ってくる。頭洗ってあげましょうか。いい、一人で入らせて。うん、昼飯作ります。部屋引き払わないの？はあ、家賃もったいないだろう。来週の土曜、何の日か知ってます？え？ああ、今ヶ瀬渉さんが27歳になる日ね。なんか欲しいもんあんの？ん？言ってごらん。北京ダックが食べたい。岡村さんってさ、ワインとかに詳しい？え、あんまり。ちょっと知り合いに生まれ年のワインを送りたくてさ。でも俺そういうのさっぱり分かんなくて。あのすごくワインに詳しい友人がいるので、明日でよければリストアップしてもらってきます。おお、お願いしていい？はい、ありがとう。彼女さんにですか？いや、彼女ではないんだけどね。はい。何？何って、誕生日だろ。ほら12過ぎたよ。あ、北京ダックだったら明日の夜予約したから。けどそれだけだったらあれだし、まあおまけっていうかサプライズ。ほら、ありがとうございます。こんな奮発してくれてどうしちゃったんですか？え、そう？見てわかるなんてもうすごいね。これは開けません。飲もうよ。だってなくなっちゃうし。だったら来年またあげるから。それいいだろ。あ、つまみ買っとくの忘れた。生ハムまだあったっけ？ごめん、ちょっと待ってて。
ありがとう。はい。これすぐチェックするね。お願いします。今日休みだったんじゃない？はい。え、大丈夫？全然大丈夫です。そっか、もしかして帰るだけ？あ、でも全然気にしないでください。本当？こんばんは。こんばんは。あ、彼は友人。大友さんにはいつもお世話になってます。岡村です。岡村さん、今永瀬です。京一くんがいつもお世話になってます。あ、これチーズケーキなんですけど、よかったらお二人で食べてください。あ、ありがとう。いいの？もちろんです。ありがとう。じゃあ、私帰ります。本当ありがとう。月曜じゃダメだったの？急ぎのチェックが必要だったんだよ。そのチーズケーキどういうつもりだったんですかね？どう言って？それ渡して、じゃあ一緒にうちで食べるっていう誘いを期待して買ったのかな。そんなんないだろう。なんかいつもいろいろと気遣いの子なんだよ。ふん。ほら行こう、北京ダック。なんだよ。お店どこ？すぐそこ。腹減った。でもネットでさ。大友くん。はい。今朝僕たちが一緒にいるところを君見ただろう。どう思った？いえ、私は別に何も。年甲斐もなくって思ったんだろう。いやいや、若い女に入れ上げてる親父に見えたか。僕は自由だと思います。自由か。娘なんだよ、玉木は。え？うん。誤解されると困ると思ってね。いや、まさか娘さんだと思いませんでしたが。ああ、ここだけの話だと思って聞いてくれる？ええ。僕に花家の妻がいてね、玉木はその娘なんだよ。はい、うん、ああ、コネ入社じゃないよ。僕をびっくりさせたかったって自力でね。僕はね、あの子が可愛いんだ。玉木はここのところ会うと君の話ばかりするんだよ。
今回はどれくらい？ 4、5 日で戻れると思います。うん、気をつけてな。あ、山形のラ・フランス買ってきたよ。好きなんですか？うん、好き。ラ・フランスってフォルムとか女性的ですよね。え、そう？たまには本来の自分を取り戻して女と寝たいでしょ。なんでそんなこと言うんだよ。大学の頃、あなたのタバコになりたいと思ってたんだ。指先に挟まってるタバコが羨ましかったんです。バカだね、お前は。岡村さん、大丈夫です。ただの下っ端社員があまり泣いてたらおかしいですから。こんなところにいつまでも立ってるの変なのに分かってるんですけど、帰れなくて。なんだよ、仕事のメールだよ。何も聞いてませんよ。あ、そう。こんな感じになってます。すごいいいじゃないですか。ありがとうございます。またよろしく。よろしくお願いします。それでここもうちょっとだけ華やかにしたいなと思って、はい、もしよかったらここをずらして3列ぐらいをちょっとグラスに変えてみても大丈夫かなと思って。ああ、どうですか、やってみましょうか。ありがとうございます。ああ、いい。お願いします。Thank you.
遅かったですね。うん。誰と一緒だったんですか。誰って仕事だけど。岡村玉城は一緒だよ、直属の部下なんだから。チーズケーキの子でしょ、常務の娘さんだったんですね。やっぱなんか苦労知らずのお嬢さんって感じだったもんな。ちょっと挨拶したぐらいで分かるんだ。俺のこと鬱陶しくなったでしょ。邪魔になりました。なんでだよ。喪服どうして早くクリーニングに出さなかったんですか。もしかしてわざと察しろってことですか。何が。ファンデーションで汚れてた。考えられないよこんな汚し方。彼女とは何もないよ。お父さんが亡くなってついててあげて当然だろ。当然かな。そういう関係だからじゃなくて。やめろ。どこまでしたんですか。ないって。本当のこと言ってくださいよ。いやそんなんじゃないって。あなたじゃダメだ。あなたには俺じゃダメだし。なんだよそれ。本気で言ってんの。はい。そうだな。お前がダメだって言うんならダメなんだろ。終わりにしよう。苦しかったろ。先輩みたいな人はさ、男の家に上がり込んでことこと長く煮込むような料理を作る女と付き合うといいですよ。なんだよそれ。そういう女が向いてるんですよ。そうかな。お前は次はもっと情の深いタイプにしとけよ。情の深いタイプ。うん。もっとお前を大事にして愛してくれるやつ。
愛してくれる人か。あなたらしい考え方ですね。大友さん、タバコ吸われるんですか？え？いや、出てった相手が置いてた。それだけ置いていかしてくれって。そんなのなくても忘れるわけないのに。どんな人かな？タバコ吸う女の人、クールで大人な感じかな。でも意外と寂しがり屋だったりとか。すみません、勝手に想像したりして。どうして終わってしまったんですか？あなたじゃダメだって言われてあっさり終わった。苦しそうだったからね、本当に。俺は幸せだったんだけどさ、勝手なんだ俺。もっと早く別れてあげればよかった。変なこと聞いちゃってごめんなさい。私、前の人との同じ失敗は繰り返したくないと思って。おいで。あまりにも相手を好きになりすぎると自分の形が保てなくなって壊れるんですよね。700円です。
ちらどうぞ。はい、どうぞ。お待たせしました。ありがとうございます。いや、よく来んの？初めて。あ、そう。ね、一緒に飲まない？乾杯。乾杯。ちょ、何あれで？結構飲んでます？一緒に飲みません？どうかな。お母さん。はい。はい。はい。どれどれどれ。お。完璧。ありがとう。うん。調子が悪くなるとあの人がいつもいじってくれてたんだけど、なんだかだましだましだったみたいで。これならもう大丈夫ね。助かります。いやあ、そうだ、ちょっと開かなくなっちゃった瓶があるんだけど、それもお願いしてもいいかな。もちろんです。
よろしくお願いします。うわ、ね、よく見せて見せて。あ、すごいね。よかったね。待てって。誰からの依頼？俺のこと見てた。別れてからずっと。まさか。そんなに暇じゃないですよ。あ、自転車盗んだのお前？ずっと埃かぶってたのに気づいたんだ。安心してください、大切に使ってますから。気づかれたかった。隠れ方下手くそだったよ。調査済みかもしれないけど、俺結婚することに決めたから。そうですか。きっといい夫婦になりますね。大丈夫、邪魔するつもりはありません。最近どうしてる？元気でやってるか？そばに置いてください。彼女との結婚を止めようなんて思ってませんから。ただ月に一度、半年に一度会ってくれればそれでいい。体の関係なんかいらないし、絶対に迷惑かけないから。全部言う通りにするから。いらない。お前はもういらない。そりゃそうだ。最初から、出会った時からそう言ってくれればよかったな。しました。この間お母さんにジューシーに仕上げるコツ教えてもらったんだ。へえ、何味？和風でいい？もう美味しそう。掃除機かけてたんですか？うん。玉木はさ、コトコトする料理ってあんまりやらないの？なに？コトコト？うん。煮込み料理が好き？いや、別にそういうわけじゃないんだけど。今度お母さんに教わっておきますね。あ、カー
テン届いてるんですね。ああ、いつ、え、いつ届いてたんですか。ああ、先週くらいかな。そうですか。開けますね。うん。綺麗に仕上がってる。やっぱり京一さんの言った通り、青の方にして正解だった。下げますね。ごちそうさま。あ、確かプリンあったけど食べる？次は煮込み料理にしますね。あ、俺やるよ。大丈夫。これ洗ったら帰る。泊まってかないの？うん。じゃあ送ってくよ。食器そのままでいいから。帰ったの？うん、今日泊まらないって。うん、行こう。
ダッサイカーテン棚。ひどい男ですね。じゃあ彼女と別れてください。別れられるわけないか。別れるよ。いつ？明日。嘘だ、らしくないよ。彼女にバレないようにうまくやればいいじゃないですか。無理ですよ。お前は何なわけ？恋愛でジタバタもがくことより大切なことが人生にはいくらでもあるんだろう。お互いもうそういう年だろ。一緒に暮らそう。ごめん。前の相手が戻ってきた。そう。戻ってきちゃいましたか。それで。距離を戻すんですか。うん。その人と結婚するんですか。難しい道でも何とかやっていけるようにどうにかしようって でもまたいなくなった。だったら私がこのままそばにいちゃダメですか。
また彼女が戻ってきたらその時はおとなしく引きます。もうそれじゃダメですか？どうして黙るんですか？何か優しいこと言わなきゃって考えてるの？別れるんだったら何かそれらしいこと何でも言えばいいじゃないですか。嫌いになったって。ずっとこのままやっていくつもりだった。だったら私全然平気ですから。本当にすまないと思ってる。ごめん、どうにもできなくて。本当ごめん。今度こそ戻ってこないかもしれない。でも俺待ちたいんだ。一人になってできることしてやりたい。戻ってくるって信じてるんですね。あなたは愛してくれる人に弱いけど、結局その愛情を信用しないで自分に近づいてくる相手の気持ちを次々嗅ぎ回るね。俺そういうやつ大嫌いなんだけどな。悪かったな。心底惚れるって全てにおいてその人だけが例外になっちゃうってことなんですね。あなたには分からないか。分かるよ。本当にありがとう。Thank you.
Thank you.